今月8日、遊説中に銃撃され死亡した安倍晋三元総理。札幌中央区の自民党道連では、9日から記帳台が設置され、多くの市民が訪れ、その死を悼んでいます。お亡くなりになった途端に涙が溢れてきました。今日はこの場所をですね、探してきまして、手を合わせたいなと。札幌の記帳所には、これまでにおよそ200人が訪れたということです。記帳台は今月15日の午後5時まで設置されています。